はい、あらじです。今日も一日、どん,どん見た、のの見たはずして、若くなるけど、いきましょう。いやー、昨日。あおり運転受けて。あおり運転受けて、話題の、話題の、って、もう最近ちょっと沈静化してるか。沈静化、沈静化するしないの、話じゃない、話じゃないよね。ああ、もう、ああいう問題は、ずっと引き続き起きてるので、関心をいつも持っていなきゃいけないね。あ、ごめん、話が誤にするかな。いやー、それでね、そのあおり運転を受,受けた時にね、ふとね。 ふとあ,のとある方の名言を思い出してあのなんか最近テレビでよく出,出,る,出るんですかねあの歌舞伎町のジャンヌ・ダルクと言われている三輪康子さん要は歌舞伎町で、えー、っともうヤクザがもうたもるしちゃってるホテルの支配人にさせられてそのヤクザを相手にこうそのホテルをこうヤクザが来なくなるクリーンなホテルにしてヤクザにも最終的に感謝されたみたいなまあまあなんかそんなお話らしいんだけどいやその人のね あの直接的にどういう文言か忘れたけどその人の名言でちょっと心に残ったものがあって「怒ってる相手怒ってる相手に怒りを返したら何も生まれませんよ」と「怒ってる相手には優しさを返しましょう」みたいなこと言ってたんだよこれふと思い出していい名言だなと思ってねいやそれでその煽り運転くらってさ 俺、車はあんまり運転してないんだけどたまに久々に運転してさ別に俺の運転技術が下手だったわけじゃないよちゃんとウインカーも出してちゃんとこう手も窓から手も出してこう車線変更したのにバーバーバババとかやられてそこで俺もカチンと来てやっぱりさカチンと来るわなで信号待ちで止まった時に降りてってやろうかと思ったんだけどそこでその三輪さんの名言を思い出してあ怒ってる人に怒りを返しても何も生まれねえと。 怒りは怒りしか生まないから、怒りを返しす怒りしか生まないから、怒りを返しす怒りしか生まないから、二人でこうやって怒っていくだけだから。ね、だから俺もその時に、ちょっと一息ふっと吸いて、あ、その、その人も、なんか嫌なことがあったんだろうなと。なんかイライラしてることがあったんだろうなと、まあここはもう多めに見てあげようと。まあ別に優しさは返してないかもしれないけど、まあでも怒りに、怒りに、怒り返しにいかなかったから、一応それも優しさにカウントされるかな。と思って。 まあ、車降りていくのやめたんですね。うん、でまあまあ別にこともなく信号が青になったら終わったんですけれども、あのー、やっぱり怒ってるまあよくよく考えればそうなんだけど怒ってる人に怒って返してももう事態が悪くなるだけだよね。うん、あなたも大丈夫ですか相手が怒ってる。相手が怒ってる時は優しさを返してあげましょう。 そういう体調の日もあるよね。なんか嫌なことがあったのかな。ね。あの、まあ、人間や、イライラするときもあるよね。うん、多めに見よう、多めにみよう。で、少なくとも、返してあげて、あげるといいと思います。と思いました。ね。いや、でも、あ煽り運転で、なんかやっぱりちょっと、なんかよくないね。気持ち、嫌な気持ちが生まれるのお互いにね。あのー、やめましょうね。お互い大きな心で、相手のミスは許してあげる。 と思いますね、よし頑張ってみましょう私でした。